疲れ様です。お疲れ様です。いろんな感情がありますが、皆さんには感謝しかありません。まだまだ僕はサッカーを続けると思ってるので、皆さんには笑顔でいいと思ってます。9年間ありがとうございました。ブラブリッツだけと、卒業することになりました。振り返ればどこから、話せばいいか分かんないくらいに、このチームではたくさんの嬉しい思いと悔しい思いといろんな感情を持ちながらこのチームでプレーしました。まさか J3 で2回優勝して J2 の舞台で戦うことができるなんて正直想像はしていませんでした。僕自身今シーズンはピッチの上で皆さんの前で活躍するところはお見せできませんでした。でもこのチームがこのチームから学んだことを6年間ピッチの上で体験したってことは自信を持って言うことができます。今こうして大勢の方の前で堂々と話すことができるのもこの6年間があったからだと自信を持って言うことができます。この6年間で学んだことを僕は絶対に忘れないし、これからもアッタスタイルを胸に人生を歩んでいきたいと思います。本当に6年間応援ありがとうございました。そしてまだチームはこれからも戦いは続くので引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございました。
ございます。